ビデオカメラのデータ復旧を行いました。福岡県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキャノン、アイビス、HF21。 電源は入るが操作不能になった。カメラからカタカタ異音がするという状況です。データ復旧処理を行い、およそ4時間30分の動画の復元に成功しました。